はこんな感じです。可愛くない？紹介した？ババアやもう。じゃん。はい、皆さんこんにちは。ちょっと YouTube を撮るのがすごく久しぶりなので、どのテンションで行けばいいのかわかんないんですけど、久しぶりに購入品を紹介していきます。でも最後に購入品を撮ったのかがいつかもわからないので、まあほんと最近かなっていうやつ、ジャンルは問わずいろいろ紹介していきますね。まずはとりあえず今着てるのが、先週あのシールームリンの三宮店、神戸のね、が7周年だったのかな、確か6周年7周年で、あの遊びに行ってきて久しぶりに、それで買ったのが、あ、まずこのじゃあイヤーカフから、これもシールームでなんかセレクトなのかな、じゃん、ハート可愛くないですか。最近ハート型にハマってるので、なんかハートの形のモチーフのピアスとか、ちっちゃいさネックレスとかに目がいくんですけど、じゃーん、かわいい。まあ耳の形はそれぞれなので、取れやすい人もいるのかな。でも私は全然取れる心配なさそう、ジェットコースターとかじゃない限りって感じです。ゴールドとシルバーがあって、ゴールドにしました。これはなんかネットでは売ってなくて、実店舗限定みたいな感じでおっしゃってたんですけど、三宮店のラスト1点のゴールドを私が買ってしまったので入荷してたらありますけど、ないかもしれません。次は、まあ、アクセで言うとシールームではないんですけど、ピンキーリングを購入しました。なんかよく見るブランドなんだけど、あんま私さ、ブランドとか気にしない。ジュエティっていうのかな。私はあんまアクセサリーつけなくって、持ってるやんって思うかもしれないんですけど、もうここ数年、自分で買ったアクセなんて、ほんと数えるぐらいしかないぐらい、もうアクセ、そんな好きじゃないんですよね。自分で買うほどね。でもプレゼントでもらうと本当に嬉しいから、まあください。クロエのお姉ちゃんがくれたでかいごつい指輪を毎日出かけるときにつけてるんですけど、中指に。なんかあれ、ちょっとリングみたいなちっちゃいリングがついてて、タイツとかニットとかにすごい引っかかっちゃうので、そういう服を着てるとき以外につけるものがなくて、なんか最近華奢がブームなのか、シンプルが、すべてにおいてシンプルが私のマイブームなので、ピンキーリングを買いました。7700円かな、税込み。なんかパールとチラッとリングじゃない、キラッとしてるのがついてるやつです。はい、次はアクセはそんなもん。シールームに戻ると、この上のトップスも周年の時に遊びに行って買ったんですけど、ボディースーツです。だからこうなってるんですよ、水着みたいな。で、サイズ私 S にしたんですよ。なんだけどっていうか、私上半身肉つかないので S にしたんですけど、こうボディースーツだから、ここでこうなってパチンって止めるのね。だからトイレの時とかはズボンずらして外すだけでできるから全然めんどくさくないんだけど、ちょっと S 意外ときついなと思って、私身長あるんだったわと思って、なんで M でもよかったかも。かわいいでしょ。結構4色展開かな、黒白、あとなんかバイカラーじゃないけど、なんかラインが入ってる色が違うのとか2色あった気がします。はい、さりげないさ、この絵も昔のシールームで合わせてるんですけど、今季もこういう感じの色のデニムは出てました。可愛くない？このデニムぶっかぶかだったのに、なんか結構ジャストサイズに近づいてるのが嫌だな。可愛いでしょ。次、シールームで言うと、これはザラ、これもザラ、じゃじゃーん、ジャケットのセットアップを買いました。あのグレーブームはまだまだ続いてて、
ベーシックのタックテーパードパンツ、ヘザーグレーっていうカラーで、サイズは M です。で、上の別売りなんですよ。で、上のこのジャケットの方はフリーサイズかな、確か。これはフリーサイズでした。後で着ようかな。で、です。可愛くない？ベージュとの2色展開でしたね。で、パンツに関しては別売りなんですけど、セットでこう作られてて、ショートパンツの方も売ってて、それも可愛くって悩んだんですよ。なんですけども、もう27歳だし、最近足太って出すの抵抗あるから、もうおとなしく長ズボンにしたんですけど、後ろゴムです。 S も履いたんですけど、私164で S だとちょっとなんかアンクル丈っぽくなっちゃうから、足長いのかしらなので M にしました。まあウエストもねゴムだけど、後ろ M の方が結構ゆとりがあるのと、ちょっと下をダボっと余らせて着るのも好きだし、あのヒールとか厚底の靴とか、その日厚底履いてたから、なんか長くても可愛いってなって M にしました。これはインスタライブでもう紹介したんですけど、タラのこれはもう品番とかは全部あのインスタに載せてるので見てください。黒もありました。黒にゴールドボタン。なんかさ、ツイードって結構上品でしっかりカッチリした感じの印象なんですけど、私の中では。なんだけど、なんかブルゾンみたい なんかジャケットじゃない形じゃん、こういう感じとかさ、ショート丈で、まあ私ウェーブなのでショート丈大好きだからこういう感じでちょっとカジュアルにも着れるかなっていうので買いました。白なんですけど、まあちょっとオフホワイトというかきなりっぽい感じはする。おっ紹介している最中にあれも買ったなって思い出したから、今思い出したから持ってきました。これは私 M です。結構肩がしっかり入ってるので、あの肩幅気になる方とかは大きめを買わない方がいいかな。でもまあショート丈なんで、どうだろう、なんか作り的には大きくもなくちっちゃくもなくっていう感じです。黒も欲しいけど、なんか持ってんだよな黒に似てるの、だから白にしました。はい、あっあれもや、はい、次ザラで、ザラ続きで言うと、このジャケット、ツイードのジャケットを買った時に、この S サイズにしたけど XS でよかったなって思ってる、色が絶妙になんか可愛い、このスカートに見せかけてズボンっていうショート丈のものを買いました。これはまだ着てない、着たけど写真撮ってないのでごめんね、ないんだけど、なんか私さ、年々太ってきてるのでカリッカリだったのよ、まあ、悩みだったんだけど、それはそれで、でもなんか絶対ザラのズボンは XS だったのが S にしたのね、まあ太ったしと思って、でもやっぱまだ XS でよかった久しぶりに人と喋ってるのかな、緊張する。次はあ、ザラで行こう、ザラザラ、これザラのミディサテンスカート、丈は私164cm で XS を買って、結構じゃないけど、ちょっとお腹をゆとりあるのでカメラが切れました。ニットとかをちょっといいねできるぐらいウエストは余裕があって、足首丈です。これはで、こっちは同じやつなんですよ、色違い。黒を買っててすごい良かったので白、まあ、最近多分白とかね、ちょっと明るくなってきたみたいで、気分がネイルも黄色だしブームなのかな。サテンスカートは下にヒートテックレギンスとか履いたら、なんか冬でも結構夏手前までも使えそうなのでおすすめです。最後、服最後かも、ユニクロ有名なタックワイドパンツなんですけど、待望の、あれこれ何これ、これじゃないこっちでした。待望の
ホワイトが出て、なんだろう、オフホワイトとかじゃなくて本当に真っ白でも、ザラとかの白のズボンって結構透けるんですけど、やっぱユニクロさんは透けないのよ。ありがとう。赤とか入っちゃうとあれだけど、目立ちにくいものをね選んだら透けないので、これもインスタで紹介してます。この YouTube は基本時差があるので、私早編集しろって思うんですけど、本当に早くおすすめしたいというか、シェアしたいものはインスタに載ってるので、インスタもチェックしてください。丈長めですね。まあ載っけますね。 S です。私なんか長さも込みで M の方が良かったかもとも思ったりしますけど、まあユニクロなんで。はい、お洋服おしまいです。次は小物を紹介していきます。まずはじゃあこれ紹介した？YouTube？ インスタライブでしか紹介してないかな。ゴミ入ってるパワーパフガールズ、パワーパフガールのチェリーブロッサムちゃんだった気がするんですけどです。でコットンキャンディーっていうこの配色、ピンクとブルーのグラデーション、なんか地味なので、私よく言うとシンプルなので、服とかが真っ黒とか、なんかあんま色を取り入れないことが多いから、小物をテンション上がるような可愛いのにしました。これでも年末とかに買って年明けに届いてきて、はい、でなんか名前はユーザー名にしました。なんかケイシティファイよくカスタマイズできるんですけど、もう何年も名前入れるってなったらユーザー名を入れてて、で次は年末で言うと、じゃん、これも YouTube で出てきたと思うし、インスタではもう全然出てるんですけど、ボッテガの、フラグメントケースを買いました。もうね、汚い、分かって分かったんですけど、結構私物持ちいいし、こうほんと汚れとかを気にしながら使えるタイプなのに汚いから、結構白とかはやばいんだろうなって。なんかボッテガの革はなんかね、なんかできないんだよね。クリーム塗れないんだっけ。使い勝手は悪いですなぜなら私はペイペイをしていないので、全然、まあ、カードで払うことがもう増えたんですよ。いちいち出すのめんどくさいし、で小銭を入れるともうほんと取れないので、小銭ケースは別に使ってて、小銭あんま使うことないから、自販機とか入れでも、まあ、まあ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 かなって感じ。でもカバンはこれを使うことによって結構ちっちゃくなって気がするので、あとめっちゃお気に入りです。あの黒を買おうかなと思ってたんですよ。か緑かなんですけど、年末ちょっと嫌なことがあって、お金を使う癖があるので、嫌なことがあると最悪な癖なんですけど、あの一人でプラッとボッテガに寄ったら、玄関にいてこのピンクちゃんがで可愛いってなっちゃって買いましたね、一人で行って、はい、次はマジどうでもいいやつなんですけど、充電器、あのアマゾンの感謝祭かなんかのセールかなんかで買いました。あの本当にすごく優秀です。ちっちゃいし、ミニバッグを持つ女になるって決めたので、ちっちゃいの探してて、1000なんぼで2回ぐらい充電できるんで、アンカーではないんですけど流行ってるよね、アンカー。これは最近常にカバンの中に入れてます。1回電車に閉じ込められてから、モバイルバッテリーの大事さを気づいて、もう災害の時とかもさ、人身事故で閉じ込められたんですけど、はい。次はカラコン、気をつけとけばよかったな、忘れとった、キャンディーマジック、キャンマジの推しのライブがありまして、先月目悪いんで、私普段コンタクトしてるんですけど、これちょっと白買ってなくて、買ってないんで、急遽あの推しのを肉眼に焼き付けたいと思って、あと花粉も始まったのでワンデーのカラコンを買ったんですけど、キャンマジの色変えてなくない？ライブ行ってる時の写真は、あ、ミミブラウンっていうカラーです。で、カフェで写真撮ってる写真は、これはね、3つしかないぞ。あれ？まあいいや。デートブラウンっていうカラーなんですけど、私はデートブラウン派でした。デートブラウン、ミミブラウンはマジギャルみたいになっちゃうから、私顔がちょっと濃いのか派手なのか、ちょっと化粧濃くしただけでギャルみたいに見られるので、デートブラウン派でしたが、カラコンですね。花粉がね、花粉で肌もやられてるんですよ、今。この跡だらけでしょ。次。あ、花粉つなぎで言うと、最近私、TikTok をやめて、インスタもあんま見ないんだけど、Twitter をよく見るんですよ。
SNS で多分一番ツイッター見てる気がするんですけど、なんか美容のこととか教えてくれるから、でこれがそのコンタクト、カラコンはダメだよ、カラコンダメらしいんですけど、コンタクトをしてる人にも目をしたまま洗い流せるっていう、本当に痒い時これつけたら、塗っつけたらっていうか刺したら変わるので、もし目が痒くてどないしようもない人は真似してみてください。で、Twitter じゃないか、 X で情報を得て買ったのがこのババアやもう、じゃん、キューピーコアゴールドっていうシリーズの、最初これを買ったんですよ。もう30錠入ってたのに秒で飲み切って毎日2錠飲んだんですけど、でこれの良すぎ、これ良すぎたから、あのお試しサイズやめてこっちの大きい方を買いました。はい、これを飲んで寝ると3時間とかしか寝れない、あーもう3時間しか寝る時間ないっていう日も、これを寝る前に飲んでるともう目覚めがもう全然あれ3時間っていうぐらい良いです。ほんとこういうのに頼り出して終わりだなと思ってます。でこれが良かったので、同じ種類のやつ、体全体の疲れ、だるさにも、溜まって抜けない疲れにも、私もほんと四六時中体疲れてるのか、不眠症だし良くないので、はい、これはまだ飲んでないんですけど、なんで効果はちょっとお伝えできないんですけど、はい、なんかでも副作用とかが出ちゃう人もいるみたいなので、あの自分の体はね、自分が一番分かってると思うから注意深くして見てみてください。私ほんとこれもこれないと寝れない。でこれプラス最近は、まあ、R1 も飲んでたんですけど、この間からちょっと本当に体調が良くないので、体調が良くないっていうかもう寝れないので、ヤクルト1000も合わせて寝る前に飲んでます。ストレス感は腸内環境の良好、大人だっけ、睡眠の質向上のために飲んでます。はい、最後これもツイッターでバズってて買ってみました、ナンバーズイン3番このパック、これもインスタのストーリーでめっちゃいいよって載ってたんですけど、これよりも良かったのが5番でした。なんかこれ結構ピリピリする方いるらしいんですけど、こっちは多分ピリピリはしないけど、あのどっちもいいんだよ、いいんだけど、こっちはあのパック外した後ファンデーションを塗ったかのように毛穴レスなお肌になれる、1回で。なんであのデートの前の日とか、結構気合い入れて遊ぶ前の日とか、本当にこのあの白玉ふりかけマスク、その名の通りジュルンジュルンになるので、であの顔に20分ぐらい私のせてたんですけど、それでも余るから体にもシェアできるし、これもそう、これ2箱目です。これはね感動しましたね。このただこっちのパックはシート自体が黄色いので気持ち悪かったです、なんか見た目ははい、オッケー、以上私の購入品でした。忘れ物、じゃじゃん、ザラのすっごい低いヒールこのなんかリボン先が尖ってて、リボンの靴ずっと欲しかったんですけど、なんかあのちょっとエナメル素材で、ここスウェードです。ここにねこうかかとにストラップがついてるタイプのやつが多いんですよ、こういうのって。であれって絶対私靴ずれしちゃうので、ないのを探してて、ないのを見っけたのでもう即買いました。まだでも寒くて履けてなくて、玄関以外で履いたことはないです。はい、ザラでした。以上、ザラに関しては1個前の、多分1個前かなの動画で、ザラのあの5日間の Vlog を合わせて紹介しているので、ぜひそっちもご覧ください。購入品でした。バイ。